はいお疲れちゃんですママですすあゆかママ今日もねセッション2名させていただきました、えー、復習がてらちょっと撮っていきたいなというふうに思いますまずお一人目のね方が、えー、双子座火星お持ちでしたそしてママは、えー、ちょうど明日明後日4日から双子座火星になるにあたっての双子座火星動画を撮り終わってますはいなのですごくタイムリーでね えー、双子座加勢の方の、うんなんていうのかな、まあ、特性というのをお話しさせていただいたんですが、まあ、その方はね、もう土星期なの。えー、水亀座土星をお持ちなんだけど、双子座加勢とトラインの角度をとっていて、そして MC がおひつ座なので、この双子座加勢っていうのはすごく、その方がお仕事をするにあたって、ものすごい重要になっているものになるので、えー、 一応土星期だとしてもこの双子座加成はすごく意識して使われた方がいいなっていうふうに思ったので、まあ、双子座加成についてたくさんお話をさせていただきました。えー、基本的に双子座加成っていうのはもう本当に好奇心の塊だったりとか刺激だよねやっぱすごく刺激を求めてるっていうものなのでこう同じことを続けるんではなくて次から次に趣味とか あのの世界が変わるとかそのなんていうのかなこう刺激の先が変わっていくみたいな感じなので長く同じものを続けるというエネルギーではないんですね。でイメージで言うとなんだろうなこう何かにこうはまってはまっていくっていうか何か知らないものを知るっていうそのなんていうの知らないものを知る 二 <laughs> 回言ったね。知らないほど知る三回言ったの、この過程が、すごいワクワクして、あのー、楽しくて、やっぱ刺激的なんだよね。 で火星ってさ熱を帯びるわけだから興奮するっていうエネルギーなのねだからどこに興奮するかっていったらこの知らないものを知ることだったりとか見たことないものを見ることだったり行ったことないところに行くことだったりやったことないものをやることっていうのにこうワクワクしたり熱を帯びたり興奮したり刺激的になるわけだよねだからまあ双子座火星って男性が持ってるとすごく浮気症になるっていうのは要は知らない女を知りたいっていう 欲求だからあの次から次に知り,知りたい女が増えるみたいな感じになるわけだよね。<laughs> まああの置いといて <laughs> になるのでその自分の中でこの飽きっぽさっていうものを否定し,、ま、否定してしまったら自分の火星が。 否定されてしまう。要は自分の男性性だよね。自分のエネルギーであり、エネルギーの源であり、エネルギッシュさとか、なんだろう、パワーとか、そういうものが消えてしまうから、やっぱりそこを否定してはいけないと思うんだよね。だからこう、私秋っぽくてダメなんですよねっていう風になってしまうのは、すごくもったいなくて、その秋っぽさっていうものが自分の宝物であって、 うん次から次にその好奇心が動いていくでそれをこうゼロにしていくんじゃなくてその引き出しが増えていくっていうことであるからなんだろうこう 飽きたら次っていうことはこの前のものが駄目になったわけじゃなくてその引き出しがたくさんあっていつでもこの引き出しが引き出せるよっていう風になってくるのでやっぱり最終的には何だろう,こう会話力が高かったり知識力が高かったりうんなんだろう雑学王みたいな感じでクイズ王みたいな感じでなんでそんなこともしてるなんでそんなこともしてるんですかみたいな感じでやっぱりすごく情報を持ってて楽しい人になるわけだよね。うんでまあ、例えば占いっってなった時に 手相の引き出しがあって、タロットの引き出しがあって、先生術の引き出しがあって、シチ睡眠の引き出しがあって、筆学の引き出しがあって、疫学の引き出しがあって、みたいな感じで、いろんな引き出しがあれば、あの、一つのプロフェッショナルにはなれないかもしれないけど、たくさんの引き出しから、あの、いろんなものを出して、ドラえもんみたいな感じで出せるっていうこともあるわけだよね。だからそんな風にして、自分のこう、 好みの先っていうか、興味の先っていうものを楽しんでいくっていうのは非常にいいことだなっていうふうに思います。で、例えば、なんだろう、こう、私はね、そういうものがあんまりこう、ないから、羨ましいなと思うんだけど、このソフトの使い方だったりとか、アプリの使い方だったりとか、いろんな、なんだろう、こう、プラットフォームってあるじゃない今、クラブハウスとかもあるし、えー、そういうものをまた、 なんだろう、いろいろ試してみて、いろんな使い方を知ってみるとか、攻略するみたいな感じだよね。だからゲームとかも、やっぱり攻略してクリアしていくっていうことに興奮をしたり、喜びを持ったりするじゃないそれも結構双子座火星っぽくて、あの、まだやったことのない、なんていうのその、なんていうのああいうの面、面、なんていうのゲームしないかわかんないんだけど、その面をクリアするみたいな、なんていうの <laughs> そういうものをクリアして、次のまた、やったことないところに行くよね。この、なんだろ、う積み重ねじゃなくて、この、面、面、なんて言うんだろ、うこの場面をクリアして、次の場面に行くと、どんな敵が出てくるだろう、どんなあれが出てくるだろうって言って、新しいものが出てきて、しかもそれがちょっとずつ難しくなることによって、あの、こう、また興奮するみたいな感じ。うん。なんかそういう、 エネルギーなんですねだからまあそれをあの自分の中で武器として持っていった時に何て言うのかなこうまあその方はねこう占い師としてやっていこうとしてたんだけど占い師っていうものだけじゃなくてえとその 引き出しの多さを自分の中の武器として持った時にどういうことがあるかっていうと例えば、えー、とクライアントさんがまあ私もこれね双子座 MC があるから結構使ってるんだけどクライアントさんがこういうのをやりたいんですよねっていうとあじゃあそれってこれを使った方がいいかもしれませんよねとかプラットフォームこれの方がいいですねとか何かそういうこう誰かの お仕事に対してお手伝いをできるとかコーチングできる、まあ、コーチングっていうかコンサルかな,なんかこのやり方の方がうまくいきますよとか、えー、このサイトの方が使いやすいですよとかそういうところまで教えてあげられるとなんか占い師の枠を超えてくると思うんだよねただなんかこう見てあげるだけじゃなくて、えー、と具体的なその やり方ノウハウだよねトゥーっていうのが双子座だしノウハウもそうだよねそういうものを知っているっていうのは非常にこう今すぐ使える、えー、知識今すぐ使えるやり方みたいのが双子座だったりするのでそれをたくさん持ってるっていうのは強いなっていうふうに思います。なののでで双子座化成を自分の中で どう使っていくかっていう。その時に今回トランジットが双子座火星に入るっていうのはもう火星がね、まさに火星にコンジャンクションしてくるわけだから、その力がよりパワフルになる。そうすると、よりこう興奮するとか、あの、さらに興味が広がるとか、さらに好奇心が広がっていくっていうようなエネルギーにもなるので、それも利用してもらいたいし、私たちもやっぱりこの双子座火星が入る期間は、なんだろう。好奇心をやっぱりすごくこう広げていって、 普段手につけてないもの、普段見てないもの普段習ってないもの普段学んでないものとかそういうものをこうどん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 フットワーク軽くとりあえず手を出してみる飽きたら捨てればいいしやめればいいしあの向いてなかったらすぐやめればいいみたいな感じでこう今までのこう不動級の大,あの大し座の火星じゃなくて柔軟級のこう軽いエネルギーになることによって不動級の大し座の火星だとなんか。 やるなら続けなきゃいけないとかそういう,こうちょっとこう重いエネルギーだったのが。 まあ、とりあえずやってみて、飽きたらやめればいいよねみたいな、そういう軽さに変わってくるっていうところになるので、ぜひこれを利用していただきたいなっていうふうに思います。はい。なので、えーまあ、今日はね、双子座火星について、えー、お話ししました。そして、まあ、その方はね、11ハウスっていう部屋だったので、まあ、11ハウスっていうのはこう、まあ、いろんな意味があるんだけれども、うん年齢的にまあ水亀座土星っていうのもあるので、11ハウスは水亀座の部屋でもあるので、その なんていうのかなこう、人脈作り、仲間作りっていうところもすごく大事だし、あとはその未来に向かっていくっていうエネルギーになった時に、うん、なんて言ったらいいんだろうね、こう、未来を見据えて、えー、やっていく。例えば自分が引退した後、要はアフターファイブ、定年後の部屋なわけだから、定年後の世界っていうのを自分が、えー、目指していく。そこに、 えー、たくさんの情報を仕入れていく、それをまたみんなとシェアする。そうすると、同じようにえっ、ー、と定年を迎えようとしている人たちがすごく勇気づけられるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、1十ハウスと双子座火星を大切にしてくださいっていうことでした。またみんなもね、双子座火星、えー、利用して楽しい火星のなていうの、その月間にしていきたいなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。